こんにちは、ようです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。家計は厳しいのに株式投資に役立つ2023年11月の投資トピック総まとめ。こういうテーマで話をしていきたいと思います。この1ヶ月で起きた投資に関連する経済ニュースを総まとめしていきます。僕は現在株式投資においては後輩投,下部投資、それからインデックス投資、この両党で資産運用をやっています。 なので、リベダイで紹介している株式投資も、高配当株投資とインデックス投資、この2つがメインなので、11月の経済ニュース、統計調査を振り返って、この2つの投資にどのような影響があるのか、そして自分たちの仕事や生活環境、つまり景気はどうなっているのか、重要ポイントをまとめていきます。この動画の内容はこの通り、日本の経済状況、海外の経済状況、まとめと投資のポジションについて、こういう内容でお送りします。それでは早速、本題に入りましょう。 まずは日本の経済状況からですね。ポイントは3つ。株価指数の推移、その他指数の推移、11月の国内トピックス、順番に解説していきます。まずは株価指数の推移から。11月30日時点の株価はこの通り。日経平均株価が33,487円で年初来プラス30.21%。トピックスが2,375ポイントで年初来プラス27.13%。 グロース250連動 ETF が556円。年初来プラス1.18%。グロース250っていうのは旧マザーズ指数のことですね。リート連動 ETF が1972円で、年初来マイナス2.21%です。年初来の値動きをチャートで見てみると、こんな感じです。こちらですね。日経平均株価は年初来でプラス30%。今年の最高値水準にまで戻っています。11月単月の動きを見るとこの通り。 グロース250連動がプラス10.81%日経平均株価がプラス5.97%トピックスがプラス2.78%リートレンドがマイナス0.076%チャートはこんな感じですねグロース2 5 0旧マザーズ指数は単月でプラス10%超と大きく伸びました株高の背景の一つがアメリカの長期金利下落ですあれ景気交代リセッションもしかして本当に来ないの インフレ退治うまくいったのこんな感じで金利が下がって相場の雰囲気が良くなっていたんですね一般的なんですけど金利が上がると株式相場にとってはマイナス金利が下がると株式相場にとってはプラスに働くことが多いです10月には月間の下げ幅約1,000円は今年最大4ヶ月連続での下落は9年半ぶりっていう感じでしたが11月は5ヶ月ぶりに大きく反発 日経平均は33年ぶりの高値水準にあり、全上場企業の16%が上場来高値となっています。保有する後輩当株の評価益もまたしてもモリモリになっていますね。結構ウハウハの人も多いんじゃないですかね。次、その他指数の推移行きましょう。株価は年初来で約27%のプラスと絶好調。一方で、リアル景気の方はどうなのか、実際のところ景気はいいのか悪いのか、いくつか指数をチェックしていきましょう。7つの参考材料ですね。 月齢経済報告、GDP、景気動向指数、景気ウォッチャー指数、消費者物価指数、実質賃金指数、完全失業率、求人倍率、この7つですね。お堅い言葉が並んでますけど、雰囲気だけつかめれば OK です。まあ、そもそも景気自体がただの雰囲気みたいなもんですからね。まずは一番大きなところから、月齢経済報告行きましょう。日本政府としての景気判断、公式見解としては、 このところ一部に足踏みも見られるが緩やかに回復している。こうなってますね。先月とちょっと変わりましたね。先月は緩やかに回復しているって言ってたんですけど、今月はこのところ一部に足踏みも見られるが緩やかに回復している。こうなったんですね。企業の設備投資が減っていることを受けて、景気の基調判断は10ヶ月ぶりの下方修正です。細かな分野別はこちらですね。 興味のある方は見ていただいたらいいんですけど、まあ多くの方は興味ないと思いますので飛ばしてください。一応こんな感じだよってことですね。なお、政府認識のリスク要因は、海外の金融引き締め、中国経済の先行き、中国の不動産市況がかなり怪しいですね。それから国内のインフレ、中東地域の情勢など、大きなリスク要因がそこら中に落ちてますね。次に GDP について、2023年7月から9月期の GDP 速報値が発表されました。 GDP、年率換算の推移はこの通り。年率換算で2.1%減、前期比マイナス0.5%。3期ぶりのマイナスっていう結果です。減少の主な要因は、物価高の影響で食料品の消費が減ったこと。それから企業の設備投資もマイナスだったことですね。これだけ物価が高くなってて、物価高の影響出ないわけがないですよね。次、景気動向指数について。景気動向指数のうち、一致指数の推移はこの通り。こんな感じですね。 ここ数ヶ月は超緩やかに景気が拡大してきたっていう感じですね。現在の景気はゴリゴリ拡大しているとか、急激に縮小しているとか、そういう雰囲気ではありません。ちなみに景気動向指数というのは、景気全体の現状を知ったり、将来の動向を予測したりするときに使われる経済指標です。産業、金融、労働など、経済に重要かつ景気に敏感な30項目の景気指標をもとに指数が算出されています。 いろんな指標をミキサーに入れてスイッチを入れると、一つの景気動向指数ができるっていうイメージですね。景気に一致して動く一致指数と、景気に数ヶ月先行して動く先行指数などがあります。今紹介したのは一致指数ですね。じゃあ先行指数はどうなのっていうと、先行指数の推移はこの通り。こんな感じですね。移動平均線を見ると、下げ止まり感が出ていますね。結局、一致指数は緩やかに上昇。現在の景気はちょっとだけ拡大中。 そして先行指数は下落傾向だったけど下げ止まりの兆し数ヶ月先の景気見通しについては慎重な見方が広がっていたけどトレンドが変化してるかなっていう感じですね次景気ウォッチャー指数行きましょう景気ウォッチャー指数の推移はこの通り10月は49.5ポイント前月比マイナス0.4ポイントとなっており景気判断の分かれ目となる50を下回りましたと言ってもほとんど50みたいなもんですねなので銀座のママさんとかタクシーの運転手さんが 景気は良くも悪くもなく普通かなって判断しているってことですね。ちなみにこの景気ウォッチャー指数というのは、百貨店やスーパーマーケット、コンビニなどの小売店やレジャー業界で働く人、タクシー運転手など、景気に敏感な職種の約2000人にインタビューして調査結果を集計、分析して発表するものです。なお、2、3ヶ月先の景気の先行きに関しては48.4、前月比マイナス1.1ポイントとなっており、こちらも50を下回っています。 まあ、特に良くも悪くもなく、普通かなーって温度感が続きそうですね。次、消費者物価指数いきましょう。よく聞くインフレ率を測定する指標ですね。こちらは前年同月比、プラス2.9%となりました。4ヶ月ぶりに伸び率拡大。でも3、3%切ってるんだからいいんじゃないって思った人は要注意です。政府による電気、ガスの料金抑制策がなければ、上昇率は3.4%だったとの試算も出ています。つまり、物価はまだゴリゴリ上がっています。 次、実質賃金指数いきましょう。実質賃金指数の推移はこの通り。2023年9月の実質賃金は前年同月比マイナス2.4%。これがついてきてくれたらいいんですけどね。基本給や残業代などを合わせた働く人1人当たりの現金給与総額は平均で279,304円。これは去年の9月に比べて1.2%高い水準なんですけど、依然として物価の上昇に追いつかずに実質的な賃金は低下しました。 つまり、給料はちょびっと上がってるんだけど、それ以上に物価の方が上がりすぎて、生活がしんどくなってる。毎月使えるお金は実質減っているってことです。結局、実質賃金は恐怖の18ヶ月連続マイナスになっています。つまり先ほども言ったように、国民の購買力、物を買う力は落ち続けているってことです。また後でも言うんですけど、企業を儲かりまくってんねんから、賃上げ早くしてってことですね。次、完全失業率、求人倍率いきましょう。 10月の完全失業率は2.5%、前回は2.6%、10月の有効求人倍率は1.3倍、前回は1.29倍です。完全失業率が2.2%ぐらいまで戻れば、ほぼ完全雇用、ゴールですね。完全失業率は0.1ポイント下がり、有効求人倍率は0.1ポイント上昇なので、若干改善っていう結果です。ただし、景気の先行指標とされる新規求人数はマイナスです。一概に改善傾向とは言えないかもしれません。 ま、こんな感じで、こうやっていろんな指数をざーっと通してみると、なんだか雰囲気がつかめますよね。ここまでの話をまとめるとこの通り。株価については、日本株、トピックスは年初来プラス約27%と絶好調。リアル景気の方は、政府の公式見解は足踏みも見られるが、緩やかに回復している。GDP は3期ぶりのマイナス。景気動向指数は、現在の景気は緩やかに拡大中。 先行きについても慎重な見方からトレンドが変化しているかなっていう感じ。景況ッチャー指数は良くも悪くもない感じ。一服感がありますね。それから消費者物価指数はプラス2.9%と高水準。政府による抑制策がなければもっと高いです。それから実質賃金はマイナス2.4%と下落。18ヶ月連続マイナス。雇用状況は失業率、求人倍率ともに若干の改善っていう感じですね。 引き続き、日本経済の行く末は、賃上げにかかっているっていう感じですかね。以上が景気の全体感です。さて、お次は国内トピックスに移りましょう。11月の国内トピックス。日本株について、今月のトピックスはこれです。一つ目、企業の決算絶好調、3年連続過去最高更新の見込み。二つ目、経済対策空振り、支持率低迷。この二つですね。まずは一つ目、企業の決算絶好調、3年連続過去最高更新の見込み。これいきましょう。 日本の上場企業、もう絶好調です。製造業は12%、非製造業は8%の増益。6割の企業で純利益がアナリスト予想を超えた。2024年3月期の予想利益は、前期比13%アップ、&3 年連続過去最高っていった調子ですね。簡単に言うと、日本の上場企業、ボロ儲けしてます。これ自体はいいことですね。で、その主な要因になっているのは、 円安、それから値上げの浸透、人流回復、これらですね。この儲かってる流れとしては、こんな感じですね。企業がね。すまん、みんな、もうこれ以上は限界や。値上げするしかないね。許してくれ。そう言うと消費者がね、いいよいいよ、お互い大変だもんな。値上げ、受け入れるよ。そう言うと企業がね、ありがとう本当にありがとう一年後、過去最高益達成イエーイみたいな、今ここですね。 業績絶好調につき、当然株価も絶好調。日経平均は33年ぶりの高値だし、東証プライム全上場企業の16%、約260社が上場来高値という状況です。多くの上場企業がにっこりですね。一方で、個人の家計の方は苦しい状況が続いています。実質賃金は18ヶ月連続でマイナスだし、エンゲルケースは27.4%とピークに迫っています。 エンゲル係数というのは支出に占める食費の割合です。一般にこのエンゲル係数が高いほどゆとりのない家計とされていますね。つまりどういうことかっていうと物価高でどんどん生活が苦しくなってるんですね。現状企業と家計では景気の状態に対する印象に差がついています。図で見るとこんな感じです。企業側の景況感はこちら。一方で家計の方の景況感はこちらなんですね。だいぶ温度差ありますね。この差がいい方向に縮まっていくのかどうか。 つまり、まずは企業が儲ける。そうすると賃金が上昇しますよね。そうすると家計が改善します。使えるお金増えますからね。そうすると消費が増加する。そうするとお金が回って企業がもっと儲けるっていう好循環の始まりになるのかどうか。これが今後の日本経済を占う鍵ってことになるのでしょう。政府もこれらのことは当然認識していて、大規模な経済対策を発表しました。ということでお次のトピック見てみましょう。 経済対策空振り、支持率低迷。これですね。11月2日、政府は臨時閣議において大規模な経済対策を決定しました。お値段なんと17兆円です。えー、物価高を乗り越える圧倒的な所得増を生み出すのであると、ノリノリっていう感じですね。経済対策の内容はざっくりこの通り。まず、国民の財布にキャッシュをねじ込むシリーズ。それが、一人当たり年4万円の減税、所得税と住民税ですね。 ケチくさいこと言わんともっとドカってやってやーって思うんですけどね。それからガソリンや電気、ガス料金の補助延長、2024年4月まで。それから児童手当の支給前倒し。それと一世帯当たり7万円給付。こちらは住民税非課税世帯のみですね。これが国民の財布にキャッシュをねじ込むシリーズです。お次は企業への働きかけシリーズ。まず中小企業の賃上げ促進税制の拡充。つまり働いてる人の賃上げをしたら減税してあげるよってものですね。 それから半導体工場などの立地規制緩和。それから各種研究開発支援と。要は国民には生活費を補助するよ。そして企業には生産性を上げて稼いで賃上げしてね。こうアプローチしているってことですね。現状の物価高はお財布にキャッシュをねじ込むことでなんとか乗り切ってもらって中長期的には賃上げによって生活を良くしていってもらう。そしてデフレから完全に脱却する。政府はそういう絵を描いているわけですね。 この17兆円の経済対策で GDP を1%押し上げる効果があると言われています。しかしですよ、これだけのお金を使おうとしているにもかかわらず、岸田政権の支持率低下は止まりません。日経新聞とテレビ東京の調査によると、岸田政権の支持率は過去最低を記録しています。支持するって答えている人が30%、支持しないって答えている人が62%と散々な状態になっています。 内閣支持率の数字はメディアによって異なるんですけど、発足以来過去最低の支持率を記録しているっていう点には概ね変わりありません。ちなみに民間シンクタンクの調査では内閣支持率はすでに16.8%しかないなんてデータも出ています。一般にマーケットは政局混迷を嫌います。つまり株安につながりやすいってことです。減税やガソリン代の補助と自分自身の生活にも影響がある17兆円もの経済対策が決定されたこと。 それにもかかわらず、内閣支持率が過去最低を記録していること。政局大丈夫この2点は頭の片隅に置いておいて損はないでしょう。岸田政権はどこから来てどこへ行くのか要チェックですね。お次は海外の話題です。海外の経済状況行きましょう。この4つの順番で見ていきます。株価指数の推移。ゴールド、再建 ETF 等の値動き。後輩等ファンドの値動き。11月のトピックス。まずは株価指数の推移。 G7 主要先進7カ国の主な株価指数の推移、年初来はこの通り。こちらですね。じゃーんと。2023年 G7 パフォーマンスマラソン、11月中継所通過時点の順位はこの通り。イタリア、プラス23.09%。アメリカ、S&P500 ですね。プラス19.45%。ドイツ、プラス15.25%。フランス、プラス10.86%。カナダ、プラス4.08%。 イギリス、マイナス1.33%。ちなみにトピックス、日本は、プラス27.13%。ということで、我らが日本、トップを維持ですね。さらに、高配当株の指数に関しては、年初来プラス35%。さらに増配続きで、インカムもキャピタルも両取りできていい感じですね。11月単月の動きはこの通り、こちらです。みんな仲良くプラスですね。 特にドイツとアメリカが伸びました。米国株に関しては10月時点では S&P500、ナスダック総合、どちらも7月の高値から10%以上下落して調整相場入りをしていました。しかし、一気にここ数ヶ月の下げを取り戻すような動きを見せています。株高についてはトピックスで詳しく解説します。次、ゴールド、再建 ETF 等の値動き行きましょう。有名なゴールド ETF である GLD の値動きはこの通り。こちらですね。 ゴールドの成績は年初来でプラス10.34%です。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって以降、上昇基調が続いています。ちなみに12月1日にはニューヨークの金先物価格は3年4ヶ月ぶりに史上最高値を更新。利下げ観測もあって勢いづいていますね。お次は債券です。投資額に対して2%から5%ほどのインカム、利息が欲しければ、米国債券が有望な投資候補になります。米国の有料債券ファンドを3つチェックしてみましょう。 AGG, ローリスク、ローリターンな債権。格付けが高く、利回りが低い。LQD, ミドルリスク、ミドルリターンな債権。格付け普通で、利回りも普通。HYG, ハイリスク、ハイリターンな債権。格付け低く、利回りは高い。こんな感じですね。米国総合債券に投資する AGG というファンドのチャートはこの通り。こちらです。年初来マイナス1.33%。現在の分配金利回りは3.13%。投資対象の約7割は、格付けが AAA の債券です。 11月は長期金利の下落によって価格が大きく上昇しました。これ毎月何度も言ってますけど、債権と金利はシーソーの関係にあって逆の動きをします。参考までに金利のチャートを見てみましょう。こちらは米国の長期金利、10年国債の推移です。11月末現在の金利は約4.26%ですね。10月に一時5%を超えていた長期金利、急激に低下していることが見て取れますね。 債券と金利はシーソーの関係。そして金利が下がったなら債券価格は上がる。金利が上がったなら債券価格は下がる。こうですね。ここは今後もよく出てくるんで覚えておいてください。お次に、米国有料社債に投資する LQD というファンドのチャートはこの通り。こちらです。年初来プラス0.12%、分配金利回りは4.07%ほど、投資対象の約8割は格付けが AABB から A の債券です。 ギャンブル性の低い投資的確な債券であるものの、AGG よりは安全性が低いです。こちらも先月から急上昇していますね。理由は一緒です。金利が下がったからですね。最後は HYG です。ジャンク、ゴミって言って呼ばれ方をする投資不適格の債券を集めたハイリスクな債券ファンドです。こちらは年初来プラス2.63%。現在の利回りは5.91%ほど。投資対象のほぼ全てが格付け CCC から WB の債券です。 リリスクが高いい分長期的なトーータタルリターンは大きい傾向にありますこちらも AGG や LQD と同様に急激に価格が上昇しています先月も触れた通り投資商品において最近価格が上昇しているものはいいもの最近価格が下落しているものはゴミもしこの価値観ならばここ最近の債券はまさにゴミだったってことになりますねですがそのゴミを買い漁っていた人は11月はかなり心地よい相場になったんじゃないでしょうか 直近一番成績の良かったものだけを買っていく。これは投資の失敗法の一つだっていう話を昔したことがありますね。先月先々月、そのゴミを買い漁っていた人、5%近い金利の債権を持っている人は、長期保有においては高い利回りでのインカムゲイン利息が得られるし、金利が下がれば下がるほど債権価格が上昇してキャピタルゲインも得られます。まあもちろんまた今後はわかりませんけど、債権をいいタイミングで買えたなって方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。 金利は資産運用の心臓ともいえる重要テーマです。引き続き、金利動向についてのチェックは続けていきましょう。次、インカム系 ETF の値動きですね。僕の愛する高配当株 ETF についてです。キャピタル、売却益も、インカム、分配金も、両方狙えるポテンシャルなるファンドたちです。HDV、VYM、SPYD の年初来のチャートはこの通り。米国の高配当株詰め合わせパックですね。分配金を無視して、価格だけを見ると順位はこの通り。 1>, 1位が VYM-1.18%2 位が HDV-3.81%3 位が SPYD-7.53%11 月で多少値を戻しましたがプラスにはなっていませんでこれを見て他のハイテク株を集めたナスダックちゃんたちが絶好調なのにもうあなたたちと来たらって思うことは特になく僕の考えるインカム資産の役割というのは長期的に元本を割ることなく氷回りの配当金を安定的に出し続けてくれること つまり彼らの仕事は僕の生活費を出し続けることだけです。例えば僕が使っている楽天証券ではドルの配当金を円で受け取ることができるようになりました。さらに楽天銀行と連携すれば証券口座に余っている円価は自動で出金することもできます。なので組み合わせるとこういうこともできるわけですね。全自動配当金生活と楽天銀行に紐づいたクレジットカードで全ての生活費を払う。そしてクレジットカードの引き落としで楽天銀行の残高が減りますよね。 でも保有する高配当株から楽天証券の口座に配当金が振り込まれるその配当金は楽天証券から楽天銀行にすぐに自動出金されるすると楽天銀行の残高は自動で補充され続けるつまり永久期間お金が減らないっていう状況になるわけですね今紹介した米国高配当 ETF は長期で見れば増配が続いていて配当金も安定的で株価の伸びにも期待できます 有料後配当株ほど生活設計がしやすく手間暇がかからず長期的にも成長が見込める。そんな資産を僕は他に知りません。利子所得や配当所得こそ真のフロー所得って呼んでいる理由はこういうところにもありますね。もちろん皆さんもやられているインデックス投資、こちらも積み立てを続けていて、こちらはこちらでハイテク株の成長を享受していますね。後配当株の価格が下がってくれたらキャッシュフロー効率を上げるチャンスになるだけ。喜んで買い増しさせていただきますね。 というわけで現在の分配金利回りはというと SPYD が約4.99%過去平均は約 4.5%VYM が約3.17%過去平均は約 3%HDV は約4.12%過去平均は約3.5%っていう感じです過去水準との比較で言えばうまみが感じられるレベルでしょう暴落時のような大バーゲンっていう価格には遠いんですけど決して高くはないお買い物かなと思います ま、この中で SPYD だけはちょっと癖があるんで、これだけ買ってるって方はちょっとやめていただきたいですけどね。HDV なり他の ETF と組み合わせてバランスを取っていってください。この辺は YouTube で SPYD 学長、HDV 学長とかって検索すると出てきますからね。こちらの動画参考にしてください。まあ、とにもかくにも短期的には今の円安状況が気になりますけど、長期で見るならば、ま、飲めるリスクかなと思います。株価の成長力や配当金、これらが為替ダメージを吸収してくれるからですね。 後輩投下株投資は逆張り投資ですから、しっかり値下がりタイミングをつかんでいきましょう。次、11月の海外トピックスですね。海外について今月のトピックスはこれです。S&P500、11月は記録的上げ幅、これですね。11月の S&P500 はプラス8%余りの上昇を見せてフィニッシュしました。これは単月の成績としては、1928年以降、ほんの10回も経験されていない快挙です。 1928年以降、プラス8%を超えた年は以下の通りです。振り返ってみると、2022年、S&P500 のトータルリターンは、マイナス18.11%と散々でした。その流れで、2023年の初め、一部では、米国株はもうオワコンとすら言われていましたね。ところが、蓋を開けてみれば、現時点の S&P500 のリターンは、プラス約20%と絶好調。主要な資産クラスの中でトップの成績を走っています。 使用資産クラスの年ごとのランキングはこの通りです。こちらですね。2023年、右端は上から順に1位が S&P500、19.9%2 位が MSCIEFA、12.1%これは米国及びカナダを除く先進国株ですね。それから3位がゴールド、9.3%4 位がグローバル HY、8.1%ハイイールド債ですね。そして5位が MSCIEM、エマージングマーケット、新興国株ですね。 6.1%といった感じで S&P500 がト突ですね。株高の背景にあるのは金利の低下です。まずインフレ率が低下。そうすると FRB 連邦準備理事会の利上げ停止期待が広がる。そうすると米国債利回りが低下。そして米国株が上昇。こういう流れですね。これ先ほども言ったんですけど、一般に金利高になると株安になって、金利安になると株高になる傾向があります。 金利が高くなると、誰も借金をして家を建てようとか、借金をして工場に投資しようとか、そういう人が少なくなるからですね。なので、2022年、米国株がずっこけてたのも、利上げラッシュが主な要因でしたからね。そして、株高を牽引しているのは、マグニフィセントセブンって呼ばれる銘柄たちです。なんだか難しい言葉に聞こえるんですけど、要は中身は、アップルとかアルファベット、これグーグルですね。他にもマイクロソフトとか、アマゾンドットコムとか、メタとか、これフェイスブックですね。それからテスラや NVIDIA これらの超大型ハイテク株のことですね。これら7名柄の時価総額は年初時点では約12兆ドルだったんです。これだけでもすごいんですけど、それが今年に入って5兆ドルも増加しました。なんと約42%もの上昇です。これ中小企業が40%上がるんじゃないですからね。これだけ世界を牽引している大型企業が42%もの上昇ってもうすごいですよ。 ナスダック指数絶好調ですけど、ナスダックの時価総額が増えた分、約6兆ドルあるんですけど、これの大半はこの7名柄の伸びで説明できてしまう状況ですね。そしてこれら7名柄は S&P500、アメリカを代表する企業全体の時価総額の約3割を占めています。そして特にハイテク株は金利に敏感ですから、利下げの期待が指数、株価に与える影響は大きいってわけですね。 ま、これ見て思いますけど、もうつくづく、その年、どの資産クラスが1位になるのか、その月上がるか下がるか、これを当て続けるのは難しいですね。未来を見通せる推奨玉は誰も持っていないってことですね。まるで見通せるかのごとく話している方もいらっしゃるんですけど、SNS とかでそういう情報には皆さん注意してくださいね。まとめと投資のポジションについて、今日の動画をまとめるとこの通り。 日本株、日経平均株価、トピックスは年初来プラス30%前後と絶好調。企業業績も3年連続過去最高更新の見込みで絶好調。日本経済は緩やかに回復しつつあるも、実質賃金18ヶ月連続低下は大問題。家計の景向感は厳しいです。そして17兆円規模の経済対策が決定されるも、岸田内閣の支持率は過去最低を記録しています。 そして調整相場入りしていた米国株は一転して約100年に10回もないレベルで上昇。一気に高値圏に。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって以降、ゴールドは上昇基調。過去最高値圏。長期金利、米国債10年ものの利回りは5%から4.3%と大幅に低下。米国高配当株は逆風続く。ただし日本の高配当株は絶好調。っていう感じです。 個人的には、インデックス運用、イデコや NISA などは淡々と継続。まあ来月からは新 NISA になりますから、こちらでいいと思います。そしてアクティブ運用、後輩投下部投資は引き続き資金保持。よりお買い得な利回りになるタイミングを待つ。っていうスタンスです。まあ先ほど言ったように、米国後輩投下部については、めちゃくちゃ割高ってことでもないですし、若干うまみは出てきてますけどね。 そして日本の高配当株については約510社とそれなりに数があるものの株価の上昇に伴って着実に減ってきているピーク時から約200社減っていう状況ですおこれいいやんっていうものは明らかに減っていますね買えるものがないっていう状況でもないですけどうま味は減少中以上を参考になれば嬉しいです動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです 僕が運営しているオンラインコミュニティ、リベシティでは、もしも学長が今月から後輩当株を始めるなら、こういうテーマで銘柄解説もしてますので、興味がある方、ぜひ覗いてみてください。今日が人生で一番若い日です。ちなみに、米国の恐怖、強欲指数は現在こんな感じ。相場がイケイケの時は、グリード、強欲を示し、相場が弱気の時は、フィアー、恐怖を示す。そんな指数です。最近までの恐怖感はどこやら、今はグリード、強欲を示していますね。 さて、今後はどうなっていくでしょうか引き続き、定点観測していきましょう。今月の経済トピックス、いかがでしたか難しい言葉があって分からなかったって方も大丈夫です。毎月聞いてるとだんだんわかるようになってきます。お金の勉強はやればやるほど人生が良くなりますからね。必ずわかるようになってきますんで、これからも引き続き、お金の勉強していきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して、JN3 チャンネルいきましょう終わりたいと思います。今日も、ありがとうございましたお金の流れは世界の流れ それでは今日も一いい日を気をつけていってらっしゃいちょっと喉が枯れてますけど、皆さんも体調の方気をつけてくださいね